こんにちは。どうもこんにちしかは。し石井さん、株私が、は、株もあるんだけど、やっぱり一番びっくりしたっていうか、ほら、育休のをやりましょうって叫んでた議員さんの奥さんはね、無事ご出産、それとおめでそれはとうごおざいめでます。おめとうでごとうざいございまます。す。で、旦那さんの方が、あれ、本当かどうか分かんないけど、なんか、連れ込んだんでしょ？奥さん出産の6日まで奥さんは緊急入院したんですよね。なんか飛んじゃってるなっていつうかさ、その、お前、あれだって議員宿舎に連れ込んだという報道な、議員のご自宅だごと自京宅、都、京都、京都の自宅か。京都だからバレないと思っちゃったのかもしれません。なんか相手の人はタレントで、ツイッターだかフェイスブックか知らないけど、投稿したら、それは直ちに削除されていたみたいになったんだけど、もう削除されていたって分かった時点でアウトだよな、あれ。そうさ、なんでそういう、それはこれから事実が解明されていくんでしょうけど、もし本当だとしたらさ、相当イカれてんじゃねで、官邸の方がもう議員として終わりだとか、勝手な名前、こういう生放送じゃ言わないけど、世耕さんあたりかなと思うんですけど、言ってましたけど、え。だからさ、あれさ、育児休暇とか言ってんじゃん。あれ、育児休暇じゃなくて永遠に休暇なんじゃねえの？ばっかだな。ただ、自民党の議員って、政権ひっくり返って取り返したとき、緊張してましたよね。それが全員、ちょっとたるんできちゃったんじゃないかなって思いますよね。ただ、野党も弱すぎるのかなと思うんですあ、けだど。から例えば、そういう点で言うと、高市さんがね、総務大臣が、ほら、電波の話で、なんか言ったけど、あれ自身はさ、僕はフェイスブックとかに投稿したんですよ。あれ自身は別に問題じゃないよと言ったら、まあ、賛成、反対、両方あったけど、あんまり言葉じゃ言わないよね。ただ、法律の趣旨を、僕からすると、あれは法律の趣旨を言っただけなんですよ。だけど、ああいうことって、法律って解説書があるんですよ。逐条解説書ってのあるんですけど、そこではよく書かれることだし、想定問答も作るんです、必ず法律って、条文ごとに、項ごとに。そうすると、そこには書くんですよ。ただそれは役所のインナーの話であって、たまたま言われたら、まあしょうがないから言ってやるかみたいな話であって、堂々とそうですああいね。う、しかもあれ予算委員会でしょ、あれ、そうでああすいようところね。で言うっていうのはあんまりないわね。ちょっとね、自民党の気合がは、緊張感が緩んでるのかなっていう感じはしまこすれね。さ、不倫休暇とか言って、これさ、不倫休暇ってさ、もうこの休暇って死ぬまで休暇なんじゃねえのかっていう気がするけど、こういうことしちゃダメだよな、本当にちょっさ。と倫理的にもおかしいけれども、普通ああいうふうに派手なことやる場合は事前に根回ししますよね。せめてボスの二階さんあたりにはよろしくっていうのに、二階さんがそんなことやめろって言ってるじゃないですか。ちょっとずれた人なのかなっていう感じはしやまっすぱけり根回しというのはですね、実は根回しというのは外国にも通じる言葉なんですけど、外国にも根回しってたくさんありますからね。根回しっていうのは政治のとか行政の、企業もそうでしょ。あと日経新聞がよくほら合併とかって報道するじゃん。あれなんて思いっきし根回しだよね。新聞社と、新聞のごく一部の担当者と、企業のごく一部の担当者の、もうなんか寝技か小技かっていう根回しなんてしない方が社会人としてダメなんじゃないのっていうのは私の感覚なんですけど、どうですかね、皆さんね。やっぱりだって石井さんってさ、取材とかしてさ、例えば誰かに当たるときさ、書くなって言われるときは書いかや、ないし、それっ表て彰すさ、るとかそでれっすてね。向こうの根回しじゃん。おっしゃる通りであとす。プライバー、ほら書いたらまずいことあるじゃん。やっぱプライバシーとかさ、いろいろ影響があって、それ根回しだよね。誰だってやってんだよ。ちょっとね、質が心配だなっていう感じがしますよね。今後、宮崎議員は金子議員との泥沼のことが起こりそうですけど、それは横から見てますけただれね、ど。一つでこの話で、今コメントでね、根回しなしの首脳会談ってないだろっていう質問に対しては、実はこれをやろうとしたのが前の民主党政権なんですよ。そうですね。私から言わせると、これをやって、その場で大臣とか副大臣とか政務官って国会議員じゃないですか、大方ね。この人たちがいわゆる政治主導で物事決めるっていうのを目指したんですけど、あっという間に失敗したよね。さあ、無理だよな。使いこなすっていう発想がないのはちょっと残念な気がしますよね。まあ、この議員さんの話はエネルギー政策と何の関係もないですけど、次、エネルギーに対しては派手な情報が結構やっていて、結構経済がドロドロして始めちゃいましたね。株今価。日株価が
1600円割っちゃいました、ね、1万6000円、はい、だよね。そういうふうに聞くとさ、1万6000割れたとか言うとさ、ギョエーとか思うじゃん。だけどさ、その今の株価って前からのこう推移で見ると、例えばもうちょっとしたらアンケートを取りますけど、あの前の増税の時ってのは2014年4月1日なんですよね、はい、この時の日経よ、日経の平均株価はもっと低いんだよね。もっと低いんですけれども、まあ当時上がるっていう期待と安倍政権が自民党への政策転換ある上げ基調だったじゃないですか、うん、今下がり基調であるのと世界的にやばい感じがしてる、うん、だからそう原油の話とかそういうのあって、あとマイナス金利でしょ。あれマイナス金利ってのはあの言葉、庶民的にはさ、銀行に預けたら取られるって思っちゃうよ、ね、ただ今のところ取り付け詐欺とか起きてないから比較的冷静なんでしょうけど、けれどもあの日銀政策決定会で5対4でしたよね。で全く同じ心配をしていた委員さんが要旨の中にいまして、あ本当、でもそうだよね、はい、いるよね普通ね。だからそれを言うとちょっとやばい、今銀行株が世界的にひっくり返り始めたんでやばいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ私自身はその金利、マイナス金利については当面というか、うん、続くと思いますけども、株価についてはまあ私の予想ではこういうのっていうのは短期的にはそんなになんかぐーっとこうサブプライムローンの時みたいにずっと下がり続ける要因は今のところないので、だいたいこれ週単位で動くじゃないですか、はい、その土日はこれ市場閉まっちゃうから、そうするとまあ週末ぐらい、週末の直前ぐらいには反転するだろうなと思いますが、ただ反転したからといって月曜日と同じ水準かと言われるとそれはちょっと微妙だなみたいな。私はあんまりこういうことを外で言わないんですけれども、あまりにもこう下降局面だし、昨日もちょっとある方とお話をしててですね、株価どうなりますかねって話をしてたんですけども、うん、まあちょっとあれだね、ずっと下がり続けるのかっていう話だったので、いやそうはなんないだろうというふうに私は思ったんですけどね。ただ来年増税するっていう話が出てますよね、うん、4月からですね、はい、あの2017、はい、どうなりますかね。いや私は思うにですよ、はい、やっぱりあんまりそうしてほしくないけれど、やっぱり後で、あ、これも後でアンケート取りますけど、はい、もうちょっとしたら増税は気分的には無理だよね、あの、うん、このまんまだと。だってマイナス金利に入ってるのはさ、はい、日銀のあれじゃん、はい、つまり庶民からすると政府っていうか権力だよね、はい、国家だよね。それがさ、マイナス金利とかやっといてさ、そのでしかも消費が少ないわけじゃない、それ無理なんじゃないの、うん、っていう。だって消費が少なければさ、予定税収はさ、はい、見込みは低くなるよねっていう、まあ単純計算ですけどね、普通なるじゃないですか。そうするとなおかつ、あと僕思うのは、あの例の軽減税率、はい、やめろって話だよねと僕は思うけど、はい、あんなのと一緒にするぐらいの増税なんていうのはあれだけでマイナス1兆円なわけでしょ、それだけでも予定税収が。そうほとんど意味ないと思うけどね。あと取材でお会いした野党議員さんがですね、なんかあの同日選逆に今年やることになるんじゃないかって言って、ああ僕は同日やると思う、ダブルやると思う、だから7月の第2日曜強まっちゃったんじゃないっていう話を言ってましたね、うん、去年来年になるともう経済が見通せなくなるから、うん、だから結構我々の生活にも関わってくるのかなという感じですね、うん、今ねその消費税、コメントで消費税をやめて廃止して炭素税、確かにですね、あの税っていうのは取りやすいところから取る、広くあまねく使うものから取るっていうのがまあ税のね最もその根本じゃないですか、ね、選挙民に対して課すという。あ、ヨーロッパでは炭素税を取りやすいんですよね、あの、うん、日本みたいにかっちり、うん、あの東欧とか整備されてないので、あのガソリンとかウォッチしてる方が税金取りやすいから炭素税がギューンって上がってる。そうそうそう、だから日本でその炭素というか化石燃料を使う体操というのは、うん、運輸燃料のガソリンとそれから圧倒的に電力に転換するとき、つまり発電所なんですけれども、うん、もし炭素税が本当にですね大々的に導入されるみたいな議論になってきたら、うん、原子力と再生エネルギーへの投資はもっと増やさざるを得ないんじゃないかと思うよ、あの、うん、プラスマイナスの計算をすると、はい、今石炭にあのクローズアップされてるから結構我々ショックは受けてないんですけれどもね、うん、だからガソリンは半分が税金、確かにそうなんですね、うん、日本の場合ですね、うん、ちょっと高すぎるわな。サウジアラビア10円とからしいですからね、うん、あのいい、羨ましい。ただあれほとんどガソリン税ってさ、はい、道路にバケんだよね、道路特定財源だったんですけど、うん、
その、じゃあ、それを規制、道路特定財源っていう、あれ、規制なんですよね、道路財源を当てるっていう、その政府内の規制なんですけど、あれが多少緩和されたからといって、じゃあ、道路に行かなくなるかっつったら、そんなことないですよ、やっぱり今までそこに行ってたもので食べてる人が多いので、その国ってね、国を治めるって考えちゃうんですよ、政治の治って治めるでしょ、それで政を治めるだから、そういう超上から目線で考えるちゃうんですよね。そうするとやっぱりいろんな事情あるけれども、なかなか働いてる人の首をちょんぎるってね、そういうのはこの国のカルチャーに、少なくとも日本政治の戦後の政治のカルチャーには馴染まないね。馴染まないよ本当に。だから派遣切りって一時期あったじゃないですか。その時にすごくメディアも含めて政治的にわーってなったでしょ。あれがもし例えばアメリカだとかだったら、あそこまでいかんと思うよ。なぜかというと、その雇用の流動性がもともとあるし、それしょうがねえじゃんみたいな話あるじゃないですか。日本の場合はもう非正規が3割を超えたとか言っても、なんか朝日新聞の一面かなんかボーンと出るような、そういう国なので、やっぱり日本の政治ってのはやっぱり安定とかそういうのを本質的に求めてんだろうねと思うし、僕はそれはそれで日本の価値でいいんじゃないかなと思うけどね。一方でですよ。ただそういう試合だと、まあ税金ってちょっとやっぱり厳しくなるかなっていう気がしますよ、増税は。そうですね。増税なんて嫌だけども、ただ社会保障は膨れるんですよ。年間5000億ぐらい。今、昔は年間1兆だったんだけど、だいぶ圧縮してきて、それでもね、5000億超えちゃうわけよ。毎年増ああ、額そう、自然増がね。そうすると、あと消費税1%が1兆円って言われて、21兆円兆、か2兆円強、弱、まあ2兆円4とか5とか、2.4とか5ぐらいですね。その年のあれによって違うけど、だけど、だってさ、足んないよね。そうすると、やっぱ社会保障を減らすっていう方に、今度は行かないと、増税か、社会保障を削るかっていうような選択にしないとですよ。またなんか景気か、増税かとかなっちゃうとさ、また景気対策で、じゃあまた国債発行しますかとかなって、これって前と同じだよねっていう、じゃあ財政出動ですかっけれていどう。も、なんか予算委員会、話がまた飛んで申し訳ない、なかなかそういうの議論にならないですよね、はっきり言ってですね。だって予算委員さ、会は不倫の話で予すね。算委員会、さあ、ほら、電波の話とかさ、ただ石田さん、俺思うのはさ、テレビとかネットでずっと最初から最後まで見てると、本当に眠くはなるんですけど、多くの議論は意外と真面目なんだよ。なるほど。必ずしも予算だけじゃないですよ。必ずしも予算委員会で予算だけではなくて、 TPP とか、そういう他の予算以外の非常にシリアスな、例えば北朝鮮のなんか衛星がミサイルとかなんとかっていうのは、そういう話もあるけれども、大方はね、一応真面目なんですよ。真面目だから眠くなるんだけど、ただテレビとかで映す、そこだけポーンと映すやつは、不倫なとんだかか知らそう、なんだかそういうスキャンダラスなことばっかりなの で、なる国ほど。会審議ってのはそんなことやってんだ、国会議員税金泥棒みたいな話になるんだけど、一度でいいから皆さんね、まあ、あんまし面白くない。面白くないけど、議場に行ってみると、特にね、予算委員会じゃない、他の委員会、それは真面目なのがたまにもういますね、昼寝に行くようなもんだよ。だって議員さんが寝てんだから。まあね。あれだけどね、きついと思いますよ。そうですあのね、議員さん、委員会ならまだね、質疑があるじゃん。僕なんか参考人質疑に、ほら、参考人として出ることだから、参考人質疑なんてさ、それで法案が変わるとか予算案が変わるわけじゃないじゃん。だから、参考人はほら、やっぱり緊張してるわけですよ。自分が質問されるから、僕もそれはもう緊張はしますけど、だけど、他の議員はさ、関係ねえからさ。まあそうですね。ツイッターとかやってんならまだマシなのよ。それもよくないかもいや、しだれけどない。ね、起きてるじゃん。ツイッターやってんならさ。まあ、ごめんなさい。ツイッターとか知らない。スマホをいじくってんならまだいいけどさ。本気で寝てる人いるからさ。だからあれね、辛いと思うよ。特に午後は。満腹でさ、あんな気温がさ、26、7度あってそうですさ、ね。眠くなると思うよ。あれ、ちょっと、何？休憩を頻繁に入れた方がいいと思うけどね。僕は思いますよ。あと、なんか議員、あそこで調整されるんじゃなくて、自民党がまた復活して、自民党の部会でなんかごちゃごちゃ直すような方式に変わっちゃったんでですね、そういうのも全く良くないと僕は思ってるんですよね。で、話をごめんなさい、少し。それで、その株価の話とスキャンダラスの話は、ちょっとアンケートはアンケート取っ最て後ますにかちね。最初は何かというと、増税だっけ？ちょっとエネルギーじゃないんですけど、皆さんの直感でお願いします。その増税がね、来年の4月1日に予定はされているんですよ、一応。で、安倍さんは景気に関係なくやるみたいなことだったわけですが、皆さん、増税について、どう思うか、延期されると思うか、
思わないか、わかんねえの3つでちょっとお願いします。どうですかね。はい、まあ思うわな。いやでもただ思うというだけだって、それがいい、賛成してるわけではない、賛成も反対もあると思います。いやもう思うってこの質問でやると、してほしいっていう願望も入ってるので、まあそれは全員してほしいに決まってるんですけれども、安倍政権って結構世論に動くから、あのこれ実あるかもしれないですね。また伸びちゃう話、今度はやりませんって言いましたけれども、安倍さんこれはなんか勉強になりました。ただね、よく報道されるのはそのこの間の増税あったじゃないですか、はい、それで安倍さんだか官房長、菅官房長官がやっぱり景気良くならなかったと、うん、いろんな指標を見てね、まあ、なるわけないんだけどその財務省に騙されたみたいなこと言ってんのよ。言ったんですか、ごめんなさい。いや、そういう報道が出てるわけ。本当に言ったのか知らんよ。だけどそういう総理か官房長官かが財務省に騙されたみたいなことで恨み節を言ってるみたいな報道なが流れてて、仮に本当にですよ、総理官邸とか自民党の中枢が財務省に騙されたというふうに思ってるとしたら、それは情けねえよ、うん、本当に。まあ責任転嫁もあるかもしれない、うん、官僚に転嫁してもしょうがねえと思うよ、うん、ただまあ結構厳しい状況になりつつある中で、うん、まあエネルギーも結構厳しい話があちこち出てますよね、はいはい、ようやくエネルギーの話題ですけどね、うん、すいません、はい、昭和シェル、実はシャープって太陽光で3位だったんですよね。それが昭和シェルと一緒に太陽光やってたんですけれども、やっぱり本杯に買われる中でやっぱり昭和シェルにあげちゃうんじゃ、売っちゃうんじゃないかっていう観測が出てまして、うん、ちょっと小さい話ですけれどもですね、うん、でシャープさんも結構厳しい状況になってる。日本のこういうのが少しずつ消えてっちゃうなっていうのは怖い感じがする。まあ東芝さんは別の理由でちょっとこんなになっちゃってますけど、はい、シャープさんは違う理由でね、これはやっぱり市場の理由だね。シャープの製品っていい、性能はかなりいいらしいんですけど、やっぱり値段とかやって、太陽光って世界的に暴落したんでですね、日本以外全然支援、政府による支援がないものですから、だからこういうビジネスっていうのは結構厳しくなってくるな。日本の技術力とかよく言うけど価格には負けちゃう。いやだからさ、言ったかもしれないけど技術力が高いって素晴らしいことだと思うんですけど、はい、やっぱりね、物を売るってことを考えたら、はい、だから、はい、いいから売れるんじゃなくて、売れるからいいんだよ、そうです、ね、と思うよ、本当にそう。で太陽光、確かに世界最高水準とか歌ってますし、うん、技術開発とかやってますけれども、うん、それはそんなの1枚余計に増やしちゃえばですね、うん、結局変わらないんですよね、うん、つまりだからそういう数で負けちゃうっていうのかな。なんかこれも太陽光でまた起こって、なんか日本が実は90年代って日本が最高、一番太陽光を作ってたんですけれども、今惨憺たる状況の中でさらに中国に、ただ中国企業も全然儲かってなくてですね、今太陽光って世界的に厳しいな、製造の方ですよね、うん、日本だけがバブルだったんですけど、そのバブルも終わっちゃってっていう感じ。あ、ここで面白いコメント、日本に住む1億3000万人、まあ、正確に1億2700万人、まあいいや、細かい話は、何で食べていくんだ、なんさ、だから、それがだから結局、これからの、まあ今も含めた、日本のビジョンっていうことだと思うんですけど、何で食っていくんだろうね。同じことをパククネさんも言ってたし、韓国で何食っていくって、韓国が何食っていくか、全く同じ言葉言ってたんです。で、オバマさんも新しい雇用で、我々は生活を維持しなくちゃいけないって、この前、一般公教書演説の中で言ってて、ただそれ答えが書いてなかったんですけれども、みんな考えてるんですけれども、結構厳しいですよね。でこの前ご存知かもしれないけど、日本貿易経常収支がようやく黒字になって、うんうん、それでプラスになったっていうのが、うん、ご存知の通り貿易じゃなくて移転収支とか、中国人、まあ今日春節で中国の方また増えて、ここ銀座なんですけれども増えてますけれども、そういうので増えて、やっぱり我々って90年代を経験したから、90年代まで日本って世界最大の貿易黒字国で、貿易で稼ぐ国だったのに、30年ぐらいですね、それが完全に変わっちゃったんだ、ね、やっぱり為替でやられてるっていう部分もあるでしょう ね、まあ、そうですね、はい、ああいうのって、うん、円安になるとまた貿易黒字が増えるって言ったけど、思ったより増えなかった、ゆっくりとしか増えなかったんですよね。で黒田さんがなんか予想に反したんじゃないかみたいなことちょっと言ってましたけど、いやだから現場のこと考えるとね、うん、円安にな、例えばなったとして、為替相場でそうなったからっつって、はい、急に外国が日本のものを
買うかって言われたら、だってさ、日々の買い物じゃないよね。そうです。だってゆっくり買う、ゆっくり買うわけだから、うんうん、だから例えば原油が安くなりました、はい、じゃあ急に明日から冬のね灯油の値段が安くなるかっつったら、はい、ならない。でようやく今ガソリンがね下がって都内だと100円割れになって、うん、ようやく来たわけですけど、そのぐらい時間かかるんですよね、うんうん、だからそういうふうに経済が変わって、あ、ごめんなさい、あちこち話が飛んじゃって、ところがね上がるときってね、うん、上がるんだわ。そうですか。あ、これやっぱりね自由料金のやっぱり、はい、あれじゃないの、あ、みんな上げるのは一生懸命なんですよね、うん、で自由料金というとですね、もう一つの話題でツイッターでも告知をさせてもらいましたけど、 LP ガスね、はい、LP ガスってプロパンガスのことですけれども、皆さんどこにお住まいですかね。やっぱ都会が多いんですかね。僕は石井さんどこ、僕は都か東京ガス、東京僕も東京、東京ガス、はい、じゃあ東京ガスの管内でかつ東京ガスにつないでますけれども、まあ、皆さんはそれぞれガスというと何をお使いか、使ってる場合ね、オール電化の人もいるかもしれないけど、灯油の方もいるかもしれないけど、使ってる場合は都市ガスか LP ガスか必ずどっちかになると思うんですが、この LP ガスっていうのは実は、料金がもともと規制がないんです。フリー自由料金なんですよね、うん、でこれについて、今回役所の方が、ちゃんとその価格が不透明なのでなんかすると、これ今までもやってたことなんじゃないんですか。なかなか業界が動かなかったってこと、うん、ていうかね、実はこれは私もこれ LP ガス法っていう法律があって、これをこう90何年だかずっと前に改正した時にもいろいろ論点提起して潰されちゃったんですけれども、その非常にやっぱ都市ガスよりも高いという勝手な相場ができちゃったんですよね。都市ガスってのは供給区域っていうのがあるんですよ。東京ガスなら東京ガス、大阪ガスなら大阪ガスという供給区域があって、供給区域の中に入ると、うん、LP ガスは当たり前だけど都市ガスよりも安く設定してるんですね、はい、ところがそれを供給区域の外に出ちゃうと自由というか競争者がいないので自由にやってて、で LP ガス事業者自体は何万社もいるんですけれども、実態的にはあまり競争が起きていないんですよ、価格面ではね、うん、お客の取り合いはあるんだけども、価格面では別に談合という厳密なその文書があるわけではないんですけれども、まあ、あうんの呼吸みたいな感じで、うん、まあ、それは自然のことです。これは自然なことなんですよ、高止まりしちゃって、でこれはどうもおかしいんじゃないかというようなことで、いろいろやろうとしたんですけど、もともと自由じゃねえかって言われて、まあ自由じゃないし供給義務はないと、うん、LP ガスと供給義務ないんですよ、まあ、もっともだからといって LP ガスが切れましたっていう苦情って聞かないけどね、うん、そこは僕は LP ガスの販売店というのはちゃんとやってて立派だなと思いますけれども、まあ、価格面ではそういうことで全く自由な料金の中にメスを入れるというようなことでようやく役所の方が動き出すとかなんとかっていう報道が出てますけれども、これどっちだろうねと、僕自身はLP ガス料金というのは低くしろとかね、まあ高くしろなんてことは決して言わないけど、別に料金を下げさせようなんてことはそれはおかしいと思うんですけど、ただやっぱり都市ガスってものがあって、でかつ兼業してる人はいっぱいいるわけよ、うん、都市ガスと、で片っぽは自由でさボーンとやってて片っぽは都市ガスでってなった時にさ、旗から見たらさ、なんであんたこの値段で、しかもプロパンガスの供給っていうのはそんな簡単にね、小売業者変えようったって難しいよ実際は、うん、そうするとね疑似独占的なものになっちゃうのよ。そうするとやっぱり料金ってものはある程度は、例えば情報開示とかこのぐらいの設定ですと、供給隣の都市ガスはこのぐらいの値段なのでうちはこのぐらいですみたいなものを本来はインターネットで調べればいいんだけれども、なかなか消費者ってのは忙しいしね、だったら自分たちで開示したらどうかみたいなことをいろいろ言ってきてはいるんですけれども、未だにダメだね、任意だからね、うん、これは結構しんどいですよ、本当に。けど電そうやって選択肢が今度増えていくわけですよね、うん、一応エネルギーシステム改革と電力自由化の中で、うん、まあ、これは当然流れですけどちょっと遅れてたなっていうか、今になって言うなよって僕は思って、話を聞きながら思っちゃったんですけど、うん、プロパンは災害時に役立つっていうのは、まあ、役立つというか災害に強いのは実はプロパンの方が強いという、ガスよりはですか、それはガス、都市ガスが危ないという意味ではなくて、うん、都市ガスは導管なので、ほら大きな地震とかがあると止まっちゃうと、ほらその供給している相手が多いもんだから導管で一気にこうガスが停止状態になってしまう。だけどプロパンの場合はいやさ、コロンと転がってどっか行っちゃったら別だけども、あんましないしね。でプロパンガスのボンベってね、よくできてるんですよ。よくできてて、例えばね大地震が起きてコロンとかって転がったって漏れねえって。
漏れね。あの東日本大震災でゼロでしたよね。うん、あの一般の、はい、あの漏れたのはむしろターミナルの、うん、ターミナルの大きな LP ガスタンクが一部漏洩したってなって、僕は実はその事故調査の担当したんだけど、これはあったんです。でももちろん死人は出なかった。怪我も、まあ怪我もいなかったですね。結構危険なように見えて結構大丈夫なんですね。LP ガスはね、LP ガスはね、のタンクってポンと火を入れたって爆発しないね。あのライターみたいなのシュイッ。フォアンってな。あ、そうだ、都市ガスは爆発するらしいですね。けど都市ガスってあのすぐ止めちゃうからそんな危険でもないわけですよね。都市ガスはもちろんそれは安全システムがちゃんとあるので、あのこれはこれで、だ日本のガスは両方とも安全のレベルというのはこれも世界の統計で見るとやっぱり非常に高いですよ。安全のレベルはやっぱちゃんとしてて、それはね LP ガス事業者ももちろん都市ガス事業者もちゃんとしてますよ。そこはちゃんとしてる、本当に。だから安全を売ってるなと思うんだけど、ただ最終価格って話になっちゃうと、末端のその料金、ガス料金ってなると、これはさ、ちゃんとやっぱり比較してうちはこんくらいですっていうふうに出さないと、それはダメだよね、うん、だからよく今はねちょっと分からんけど、昔はだからプロパンガスの事業者は今でいうとこのほらなんとか5点とかさ、うん、なんか会社に何乗ってるとかさ、そんな儲かってたんですか。いや儲かるよそりゃ、儲かるからやるんですよ。ただ儲からないところもあるんですよ、それは負けたところですよ、はい、だけど儲かるってる人はそれで儲けてるので、ビジネスとしてはそれでいいんだけれども、今そんな大規模なプロパンってなくな、あ、なんかプロパンの話ばっかりになっちゃって勉強の話になっちゃいましたけど、今プロパンってあの代替わりで結構厳しくなってるって、それは聞いてます。後継者がね、なかなかその、 あの現場の技術者も含めてなかなかいないというふうなことで、人口がじゃんじゃん増えなければ、そんな昔みたいにガボガボ儲かる世界でもなくなってきた。まあ一定のそのあれなんじゃないかなと思いますけれども、ただ人口だってガクンと別に消滅するっていう、あれ消滅自治体っていう本が出たじゃないですか、うん、あの言葉が衝撃的だけど、あの消滅っていうのは何十年かかけて緩やかにこういくって話なの、うん、いきなり明日からあんた穴が開いてドボンってそんなわけじゃないっていう、ね、けど需要は増えないですよね。人口が増えない、需要はね、 LP ガスのね家庭需要はね今のままだと増えないと思うよ。だってやっぱりね、さっきオール電化ってあったんですけど、だんだん高齢化がもっと進んでいくと結局オール電化に行くと思う。うん、なんだっけ、あのタレントの方で、タレントじゃないや、あの有名な先生、京大の先生、森先生という方があのガス使って事故、やけど落ちちゃって亡くなっちゃったって話があります。森淳数学者だった、知らなかった、あのもう5、6年前です。あ、そうですか。それが原因でですね、だからやっぱりガスを悪く言うつもりはないんですけれども、ガスは安全であってもあの使うとやばいっていうことはありますよね。だから使う現場で、例えば我々の家とかで使う、そのそうそう、森淳先生です、うん、ああそのあちょっと後で調べてみます。その使う現場での危険性というのは電気よりもはるかにガスの方が高いというふうに言われてますよね。あの漏れるでしょ、うん、まあ電気ももう漏電というのはあるけれども、ガスの漏れ、ガスはそう吸っちゃうと、ほら都市ガスなんか吸っちゃうとやばいでしょ。昔はガス自殺が結構多かったですね。ただ話は変わるけれども、 IH と比較するとやっぱり石川さんとして IH に移っていくっていう感じ、 IH、つまり、なぜかというと、まあ、火災保険の話、火災保険の保険料とかそういうそれ日々の、あ、川端康成はガス自殺でしたよね。今ガス安全になってる、そう、自殺できないそうなんですけれども、あ、今ね自殺できないよと思うよ、うん、ほとんどあのよほど古い器具を使ってるとか、うん、よほど変なことを自分で改善でもしない限りあの少なくとも都市ガス、プロパンで自殺ってのはまずは僕はありえないと思うし、あれ匂いがわざとつけたりしてますからね、うん、都市ガスでもね、うん、ていうかね、 LP ってね空気より重いんですよ、うん、液化石油ガスって、あれってね沈むから、うん、だから人間立ってるでしょ、あれ行かないらしいよ、こうやってそうそう、こうやって行かないとずっといないで、うん、あ、でもねそれで自殺って聞いたことないし、都市ガスは上に来るので吸ったらそれでやばいらしいですけど、本当に稀ですよね、うん、だから皆さん、まあ、でも気をつけてくださいね、まあ、いいことですよね、はい、ただ、うん、ガス事業の未来って結構そういうと厳しいのかもしれない、ね、いや、 やっぱり、ね、ガスの保安規制は基本はどんどん高くなってて、需要がこうやって減ってだ、コストが高くなるのは仕方ないから、高いのは分かったけど、高い理由をちゃんと開示しなさいっていうのは今回の LP ガスの料金のね、うん、料金価格政策だと思うので、これはやった方がいいと思うよ。今ね、
そういうもうインターネットがこんだけ流行って情報化の時代だから、そのぐらいやらなかったら逆にそういうところであいつは信用できねえなんて変なレッテル貼られるのも嫌だと思うけどもスマホとかやりっぱなインフラってやりっぱなしじゃないですか、うん、電力会社もなかなか変わらないと思うし、うん、結構なんかじりじり失礼な言い方かもしれないけれどもなんか死んじゃっていくみたいな感じの業界になっちゃうかもしれないですね、うんうん、だからいろいろ考えないといけないかもしれないですね。まあ原子力再稼働でオール電化、まあ原子力再稼働かどうか別として、オール電化はオール電化全部止まっちゃいましたよね、一時期ボーンって上がっちゃったから、2011年まで各社一生懸命オール電化、うん、オール電化ってやってて、プロパン業界の脅威になってたんですけれども、ただあれもし今回電力小売自由化っつってあれしたら、オール電化を売る、まあそれは電力会社か新規組か分かんないけども、あり得るんじゃないの、オール電化をやろうっていう、うん、なんか価格をそんな動かしてない中部さんとか北陸電力さんとかなんかまたキャンペーンやってましたね、つまりこっち競争もあるというのもあるんでしょうけれどもね。だからさっき石井さん言ったようにその LP で例えばね後継者がいないと か、うん、だから後継者いなかったらさ運んでくれる人いないわけじゃん、あれ重そうですよね、うん、すごい若い人じゃない、あれコロコロ転がすんですけど、であれね若い人じゃないと無理でしょ、あと灯油があるじゃないですか、はい、灯油だって北海道行きゃ分かるけど、灯油ってのはデリバリーも多いと思うんですけど、やっぱりガソリンスタンドはだいぶ閉鎖されててね、そういう灯油の供給拠点がなくなってくってなったら、やっぱり電気はもう全部電線がつながってるわけだからね、うん、そういう点でオール電化に行くというのはその必然的にしょうがないと思うよ。でその方があれなんじゃないの、質問でエネルギー効率とかガスより悪い、まあこれは効率っていろいろ違うと思うんですけど、うん、値段の方はやっぱり電力の方が安くなるんですか、まあそれは使い方によって。いやこれはね例えば床暖房ってあるでしょ、はい、床暖房は僕はうちは東京ガスの床暖房なんです、うちはガスの方がいいに決まってますよねと思うんですけども、東京電力の説明を聞くと違うんですよ。で東京ガスの説明を聞くとやっぱり逆なんですよね、電力より当たり前だよ、競争してんだから売りたいんだからさ都合のいいことしか言わねえんだって。だけど今電力が言えなくなっちゃいましたよ、ね、そうあれはその値段が事故でね、原子力事故でそうなっちゃったけど、うん、まあそれがこうクールになってきたら、クールダウンしてきたらそういう営業のその競争も始まると思うし、まあ来年はガス自由化なんつって、まあ、これはもっと電気の自由化よりももっとバーチャルなんだけど、まあそれはさ今度またやるけども、その床暖房一つ取ったって、あるいは厨房ね、ほら IH って言ったでしょ、うん、あれ一つ取ったって両方の説明聞くと両方とも迷っちゃうんだよね。でどうするか、どうするかというと、もうこれはあれだよ、もう好き嫌いっつうかさ、営業の人のキャラとかになるよ。だって俺東京新聞続けてんのとさ、なんで東京新聞の売り子の兄ちゃんがすげえいい兄ちゃんだから、全然違う、ご思想が違う、思想が違うと思うんですけど、ね、うちにはいるの、うちにいるのは私だけじゃないんです、はい、なるほどね、女房もいりゃ子供もいて、はい、みんなの意見を聞くと、ね、東京電力だいたい3対1になるんだよ。1は俺な。なるほど、ね、そうすると東京新聞ってさ、はい、やっぱ安いんだよ。ただあと文化面が充実してますよね、昔からです。あ、そうなの、はい、僕はね東京新聞は後ろからこうめくったいわゆる3面のもう一個手前のこちら特報部っていう、こちら特報部は批判がかなり多いです、ね、いやあれはね電気についてはろくでもないけども、それ以前はねだいぶねお世話になったんだよ。なるほど。だから一義的にはね東京新聞のことをね、エネルギーとかのね記事はちょっとね変だけど、他はいいよ。他も結構厳しい。なんつってさ、俺も結局情で動くってわけ。みんなそうでしょ。そんなもんよ。だってあれ、じゃあそうするとこうやってガスと電力の話が、ね、うん、まあ、戻ると、はいはいはい、結構わかんないっていう感じになるんですかね、北海道の話。いや、そうじゃなくて、はい、あんまし変わんねって。変わんないですか。なるほど。携帯だってさ、何、石井さんソフトバンクだよね、はい、俺もソフトバンクなわけ。それは iPhone があったからソフトバンクになった。いや最初に僕はソフトバンクに、結局それまで au だったんだけど変えた理由は、最初にソフトバンクが同じ携帯キャリア同士を12時から21時まで無料にしたっていうので、まあちょっと少々音がね、電波領域が狭くてもいいやっつって、どうせほらそんな、いつもいつもさ、その過疎地に行くわけじゃねえじゃん、いいやつってやったら、今各社そうでしょ、うん、でそれでその時にほら家族4人分入れちゃったもんだから、セット販売で買えるのが面倒くせえしできねえんだよ、うん、なるほど、っていう話で、別にあんまり大した理由じゃないけれども、うん、はい、まあ、で何の話かというと、LP ガスから電力とガスの競争の話になりました、はいはい、結構じゃあ分からないというか、分かんない、
あまり分かんないんだよ。で質問タイムというのを5分ぐらい入れましょうかね、はい、そうですね、灯油ストーブ焼き芋いいこと言うね。昔うちはね灯油ストーブやっててうちってまだ僕が子供の頃ね焼き芋とかやってさ今焼き芋の人がいなくなっちゃいましたよね。あの石焼き芋の売ってくれるリアカーがうちたまたま近くに常駐している人がいるんですよ。リアカーでしたよね昔ね。昔リアカー、うん、今はトラック軽トラの後ろにねで高圧ガスって書いてあるの。あの皆さん高圧ガスってプレート見たことあるでしょ。あれは高圧ガス保安法っていう法律に基づいて、こうある一定以上の高圧ガスを運ぶとき、つまりほとんどプロパンガスだよ、はい、運ぶときにはあのプレートをつけなきゃいけなくて、で焼き芋屋のあのほらだから車番車の番号の横に書いてあるんだよ、はい、あこれ LP じゃんと。ただ LP じゃないと焼きあの難しいと思うよ焼き芋って、うん、あの熱量の関係で石炭とかでやってたけど結構怖いですよね。考えてみるとあの車の上に石炭が乗ってるってあぶだリアカーでやあの石炭とかで焼いてたと思うんですけど石炭ってなんか自然発火する時が怖いですよ、ね、あるんだよね。だからそうやって高圧ガスに移ったのは当然かもしれない、はい、皆さんなんか質問タイムないですか。なんかえサーチャージ、サーチャージです。いやこれは法改正で下がるんじゃないんです、うん、サーチャージは毎年毎年価格算定委員会というところで無理やりというか決めるので、これはいわば規制料金なんです。だから今すさまじい勢いで下がってるんですよね、はいはい、42円が26だったかな。ごめんなさい間違ってたら申し訳ないんですけど、ファンヒーターは停電の時使えなかった。これはだから電気で、結局ガスのヒーターも電気でやるからね。電気でこうあれやるでしょ、スイッチオンオフって、うん、だからやっぱり電気が通じないと困るものいっぱいあるよね。冷蔵庫もそうでしょ。テレビだって今っていうかテレビだってコンセントがねあれだしね、うん、ビデオなんかも見れないでしょ。だからやっぱ電気ってそういう点ではその材のその供給先汎用性という意味ではガスや灯油よりは高いよね。なるほど、どうしてもそうなっちゃうね。これね電気って便利なものですからね、うん、トイレもそうそうあれだってさ、うちはあのまあね冬はやっぱり温めてるわけですよ、うん、ところがさ夕べあるところで会合があってお手洗い入ったんですよ、はい、冷てんだわ。なるほど、やってねえんだわきついです、うん、だからつけろとは言わなかったけどね、はい、うん、つけてすぐ温めるもんじゃねえからさ、はい、あと和夫とか言っててめえ人の名前呼び捨てんじゃねえこの野郎って名前。まあいいや、結構あの既存の電力ってすさまじい。日本があの今台湾で停電が続いてるらしいですけれども、うんうん、なんか日本って東電と東北電力はわずか1週間でほぼ復旧して、うん、これ世界的になんかある論文見たんですけれども、うん、ありえない成果だったらしいですね。全部直しちゃうっていうのはですね、まず1週間以内でほぼ 100% だから、こういう優秀さっていうのは本当電力自由化でも残してほしいなと記憶してます、うん、だから実はだから電線張ってる電力の方が災害一番強いんですよね、うん、はい。電信柱、あ電信柱か、今電信柱って言うんじゃった、今の言い方を変えただけです。電信柱のおかげなんです。あれさ電信柱って懐かしくねその言い方、今電柱だよね。電信柱って昔から電柱じゃないのかな、うん、あ電信ですからね、うん、なるほど。へえ、あと面白い話で、あと世の中の話題ってなんかあの、はい、アメリカ大統領選の話もちょっとしますかね、うん、はい、誰、まあ今からでもトランプさんがただね、トランプさんの僕英語を一応片言しか読めないですけど、読んだら環境問題とかエネルギー問題ほぼ皆無だったんですよね。あやっぱり言っちゃってる人なんだなっていう感じがしました。あで、あのオバマさんが出た時ってあの結構話題になってたんですよ、うん、あのグリーンエネルギーとかですね、うん、今回全くないんですよね。やばいな、やっぱりアメリカは内向きになってるのかなっていう感じがするんですよ。そう思います、うん、やっぱりトランプさんのあの、あのね過激発言ね、うん、あのちょっと英語はベラベラベラって私ほとんど彼の言ってることを解釈あんまりできないですけど、はい、まあ通訳でね和訳で見るとあれがあの通りだとすると、トランプさんみたいな人の支持率がああいうふうに高まるっていうのは今言って内向きというか、うん、やっぱりアメリカもあれなんだろうね、決して公共ではない、好景気、うん、全体がやっぱり今いいわけじゃないんだろうな。なんだっけ、あちこちで報道されてますけど、アメリカの新聞読むと、うん、止まっちゃってるんですよね、あのシェールオイルが、う
でシェルってバブルだったから、うん、思いっきりバブルだよね、はい、だから結構やばくなってんじゃないかなっていう感じ、あ、地方で唯一なんだっけ大儲けできる手段だったらしいんですよね、うん、それがボコ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 止まっちゃってるの で、うん、でゴーストタウンみたいになりつつある場所もあるので、うん、結構怖い感じがしましたね。うん、まあだけどなんかさ話題っていう点ではさ、はい、民主党対共和党になるわけじゃん、はい、そうするとトランプ対ヒラリーっていうのが盛り上がるんだろうね。いやサンダースさんになったらブルームバーグっていうのあって、ブルームバーグさんっていうのは結構賢い人で、まあ個人的に尊敬してるっていうのもあるんですけど、同じメディア出身だったからですね、うん、あの人はなんかあのニューヨークのエコーとか一生懸命やってですね、あの面白かったのがアプリとか導入して、あの節電アプリ大会とかそういうのやったり、結構細かいことを考える人なんです。節電アプリか。はい、で結構エコーとかですね、あのエネルギーを合理的にしましょうみたいな話をあちこちで言ってたんで、あのご存知かもしれないけど、アメリカってなんかテカテカテカってずっとみんなつけっぱなしらしいんですよね。エネルギー価格が安いから、そういうのやめましょうとかいう運動を一生懸命してたんで、ちょっと関心がある人、エコとかあのエネルギーとかには関心がある人かもしれない。しかしさ、そのエネルギーもそうだけど、原油安になってね、やったーとかって、日本なんかほとんどさ、はい、原油安で恩恵被る人も多いわけじゃん、はい、でもさ、面白いもんってさ、原油安になったらなったでさ、それが悪いとかいう解説が必ず出てくるんだよな。つまり損得感情だよね、うん、あのアメリカはだから今、うん、いい基本的にいいらしいけど、やっぱりそのやばい人たちも出てきてるみたい でどうなっていくのかなっていう感じでちょっと注目してますよね。まあどこまで原油がね、あの起こってくれるかっていうか、だから今の水準っていうのはイラク戦争の頃だから、うん、そんなにあの価格、最終価格はだよ、はい、最終価格はね、だからそんなに我々消費者として泣いて喜ぶかって言われると、別に泣いて喜ぶほどまではいかねえと、うん、ただ100円を切ったね、ガソリンが100円を切ったっていうのは心理的にはで、だから安倍さんってさ、はい、運がいいんだよ、運がいいですね。これでガソリンがさ180とかってふざけんなてめえってなんだけど、ガソリンが100円切ったじゃんとか言われると、なんかやっぱいいよね日本ってとかって、そうなるとちょっとね、そうなると、だから甘利さんが辞めても、そんな甘利さんが辞めたって、あれはその甘利さん一生懸命 TV でやったじゃんとかね。この株価で来年は結構、あ、今年か、今年はの結構景気厳しくなりつつあるかもしれないですね。ただまだ景気の余波があって、大学就職内定率も97とか言って、さ数年最高更新みたいな、こういうない、これもさ、あれも数字のパラドックスだよね、はい、内定率で比率だけ見るとね、97だとわっと思うじゃん、うん、問題は人数だよね、はい、そのなんていうの、人口に対する人数はどのぐらいかっていう、だ内定率の分子と分母の計算を見ると、まあ、大学生だからね、分子と分母の計算を見ると、うん、あのだからあれね、統計っていうのはね、作り方でいくらでも変わるんだよね、うん、これ本当にそうなんだ。だからさっき言ったように、あの非正規の話を見ると逆に結構怖いかな。非正規は増えてるんですけれども、正社員は全然横ばいだから結構厳しい、うん、例えば賃金統計もね、はい、この間賃金統計出た時に僕ブログで書いたんだけど、うん、その一般労働者のいわゆる人数ってのはそんな増えてないわけで、パートが増えてるわけ、うん、だからパートが増えるってことはさ、うん、その雇用のその率は良くなってるんだよ、はい、安倍政権になって確かに良くなっているんですけど、じゃあ一人当たりの受け取る利権の規模っていうのは減ってんだよ、うん、そうです。だから賃金は、前年比ですけれども 0.9 減なんですよ、うん、だから約 1% 減なんですよ。ただそれも全く人によって違って、それはあの例えばあのスピードのですね、あの女性、あの今井さんね、今井さんみたいにシングルマザー、はい、まあ、彼女はお金持ってるでしょうけれども、うん、シングルマザーが雇用されるのと定年退職者が今雇用で増えてるんですよね。だから2人、その人たちが見る賃金は全然同じ額でも全然違っちゃうわけですよね。そうそうそう、あ、そうでね、あのその今井さんね、スピードの今井さんっていうあの歌手の人が自民党から出ると、はい、まあそれはそうなんだろうと、はい、思いますけども、はい、さっきねツイッターでね、僕の役所の後輩の人のツイートがあって面白いのがあってね、同じ国会議員って国家公務員じゃん、はい、で官僚も国家公務員じゃん、うん、国家公務員はその歌手活動を続けるというふうに彼女は言ってると、ね、でそれは別にいいと思うんですけど、はい、それについてちょっと皆さんにこう皆さんの直感を聞いてみたいんですけれども、国家議員がその官僚はダメなのよ、兼業は原則ね、うん、私はやってましたけど、あの大臣の許可もらって大学の教授をやってたけど、なんかあんまりいないんですね。で皆さんその国会議員の兼職をどう思うかっていう、兼業どう思うかっていうことで、ちょっとね、また3択質問で聞いてみたいと思います。別にネガとかポジとかあんまり私思ってませんが、ちょっと話題になりそうなので、はい、国会議員政治家の兼業どう思うかどうか、問題なしあり、わかんねえっていう、
どうですかね皆さん、直感で123どうぞ。はい、育休はっていう質問があったさ。育休はあなたこれ育休政策交代するかもよ、あれ問題なしが半分、あもう拮抗してるね。問題とは言わないが両立できないだろ、正論。あそうかも、正論だよ本当。だからさ、国会議員はまだしもね、地方議員なんか行くとやっぱり土建業のあの社長さんとかね、幹部の人とか、あとまあ農業とかいっぱいいるけど、どうやって兼業してんだろうねっていう。つまり政治家って仕事っていうのは、あれ兼業規制は地方はないんじゃない、地方も政府もないですよね、規制。はい、いやだから規制がないってことはやっていいってことでしょ、うん、もちろん専業でもいいんだけど、要はやっぱり2つの仕事をやるっていうのは、あの頭の中ではできたとしても人間って24時間しかないじゃん、どっちに割くのかねってなった時に、これはやっぱりあれなんだろうね、ダメだとは思わないけれども、やるっていうのは一般的にはこう不思議に思う人は半分ぐらい今いるってことだけど、まあ、シュワルツェネッガーみたいにやることなんてできるわけないとかカッコつけてた人もいるし、ただね、うん、実際にやっぱり商売、まあ、この今井さんとしても歌手だからお金稼いでるわけじゃん、うん、あのね、お金を稼いだりお金を動かしたりする人がやっぱ政治に入ってほしいよね。だから兼業自体はそういうのがいいんじゃないかなと思うけど、全くなんかお金と全く縁がなくて、なんか思想家みたいにさなんかこう山本太郎先生なんかこうあの理念だけで言うっていうのはなんかまあどうかとも思うけども、うん、全員まあなんていうか、そういうふうにお金をこう稼いでる人が、別で稼いでる人が政治家になるっていうのは、それはそれで意義があることだなと思うけど、アンケートでは半々だったねっていうことですね、うん、まあちょっとだから今だからはっきり言うと、この今何十兆円、2兆円12兆円あの原発止めたことで飛んじゃったわけですよね、うん、そういうこと深刻に政治家が考えてなかったっていうのは、やっぱり自分でお金稼いでないからかなっていう、ちょっと冷たい、お金計算のできる人がね、やっぱりあの政治の中枢にいてくんないと。渡見はなんか渡見がネットで人気なんですけど、彼はあの不労所得ですからね、あの株を持ってる人には。っていうかね、渡辺さんとしてはほら渡見の、うん、渡見さんにしても他にもそういう例えば商売やってる人とか、あの株価の株のプロとかやってるけど、そういう人はトップに行かないんだよ、うんうん、トップに行く人がそれやなきゃダメね。国会議員だって700人いるわけだから、うん、10人20人ねいたって、役職についてないとか指してるポストにいなければ、あんまりそういうのってのはね、政治的な影響はないような気がするわな、はい、なんか時間来ちゃったんですけれども、指定廃棄物の話をちょっと最後に1分、皆さん最後もうあと1分だけ、すいませんちょっと話が伸びちゃって、あの何でしたっけ、指定廃棄物はですね、うん、茨城で分散保管というのが容認されたっていう話がありましてですね、うん、あの今まで一定のところ、あの各都自治体であの一箇所にまとめようっていう話があったんですけれども、うん、でこれつまり一言で言うと、あの、まあ、そういうあのまとまらない、なかなかまとまらないからですね、うん、あの各地域の反対でできないから、うん、各市町村でとりあえず分散で保管しようって結構厳しい話になっちゃってるなって。で丸川さんとかが今女性の話とか大臣がですね言い直してますけれども、これ結構続きそうで今年話題になりそうな問題なんですよね。で、まあ、当然あの茨城福島第一が多いんですけれども、こんな広く広がっちゃったんで、うん、あのこれは、まあ、原発事故が悪いという言い方もできるんですけど、ちょっと除染政策間違えちゃったかなっていう感じはしますよね。まあ、なんかいろいろ丸川さんも言って物議を醸しますけども、俺はまあ立場によって違うだろうな。でも彼女の言ってることってのは確かに科学的根拠がないっていうところは、それは本当全くその通りだけれども、今の局面で言うと叩かれやすいという、こういうこと。叩かれやすいけどこういう状況が生まれちゃってですね、うん、あら訂正が出ました。川端康成は電気の毛布が関連、あれそうだったっけ、そうなの、知らなかった、あのごめんなさい、私がガス自殺だって言っちゃいましたけれども、電気の毛布で関連したんだ、うん、へ、まあ、こういうふうに厳しい、はい、指定廃棄物の話っていうのも結構出てきてですね、うん、結構あのまだだらだら、あのもちろん進めなくちゃいけないんですけれども、こうやって復興が遅れてるなっていう感じがします、はい、あちなみにまた私あの申し込んだらあの当たったってわけじゃないですけど、福島第一見ていきますんで、あ本当来週からあれも日々進んでるんだろうね、はい、だいぶ変わったみたいですね、はい、ということで来週はちょっとね、来週は時間が変わっちゃって、もしかしたら竹あのあいやいやまだそれ、あごめんなさい、あの来週は、17日水曜日なんですけども、夜の8時
です。昼はちょっと我々の都合が悪くてすみません。いや来週は夜8時です、水曜日ということで。石井さん今日もありがとうございました。また来週、話が今日飛んじゃって申し訳ございません。はい、また来週夜、はい。